せーの、ドッカーン。イエーイ、皆さんこんにちは、チョコレートボムです。こんにちは。今日はなんと冒頭3人でお届けします。見て、カッパ。はい、ということではい、まあね、カッパが登場したことで今日は何をするかと言いますと、ね、そう、このね、お皿と、そしてこれは何でしょうか。片栗粉、北海道産。はい、この北海道産の片栗粉とお皿を使って、はい、今日はあるゲームをしたいと思います。いや、3人じゃないです。今日はこの粉とお皿を使って対戦ゲームをしたいので、誰が来んだね。はい、今日はゲストをたくさん呼んでおります。えい、はい、ということで一緒に戦うチームと、そして対戦相手の皆さん、どうぞこれは今ジャンプで表情を飾っている鬼滅の刃の皆さんだ。イエーイ、すごい。はい、ということで今日は、はい、戦いたいんですけど、はい、チームはそう、ね、まあ、チームチョコレートボム、まあ、自分たちのチームチョコレートボムと、あとチョコレートボムジャナイズチームです、はい、そんな名前なの。チョコレートボムジャナイズジャナイズジャナイズチームの戦いなんですけど、はい、はい、ということで、まあ、何の戦いをするかというとですね、うん、このお皿に片栗粉を乗せて、目をつぶった状態で後ろの人にこうやってどん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 回してって、最後に多く、より多く粉が残ってた人が、残ってたチームが勝ちという戦いをしたいと思います。チョコレートのチームは一般の人から感じるとか、そう、そう、今後そうだよ。そう、頑張ろう。はい、ちなみにですね、はい、まあ、ちなみに、まあ、目つぶってる状態なんで、ゲームの最中にも粉をたくさんかぶることにはなると思うんですけど、まあ、負けたチームにはさらに罰ゲームが待ってますので、皆さん負けないように、負けません、頑張ってください。はい、はい、ということで早速やっていきたいと思います。ゴー。はい、ということで、チームの、ね、順番がこのような並びに決まったので、うん、先攻を、後攻を、先攻の2人にジャンケンをしてもらって決めてもらいたいと思います。なんでこれ一生無言なの。一生無言なの。おーい、おーい、どっちがいいんだ。後攻で、後攻の方がいいですね。後攻で、はい、みんな頭にお皿を、すっごい、みんな頭にお皿を置いてみよう。1番手、鬼舞辻無惨、メテモアから兄ちゃん。2番手、かまどねずこ、メテモアから葵。3番手、時藤無一郎、DD デイビーズから綾野蓮。4番手、イグロオバナイ、メテモアからフォーゲル。5番手、アガツマ善逸、パンダドラゴンからパッチ。6番手、かまど炭治郎、パリパリからマサヤ。そして7番手、宇髄天元、パンダドラゴンからタイガー。さあ、この7人、一体どんな呼吸を見せてくれるのか。よーい、スタート。いきます。怖い丁寧すぎ、絶対かぶってやるもんか。すごい、すごい、待って、なんかカサカサ聞こえる。やばい、やばい、やばそう、やばい、あきこやばい、絶対やばい。あっ、
って終わりです。あ、前の人は見ても大丈夫だよ、多分。終わり？違います。まだ終わってないよ。あれ怖い。おっそ、怖い怖い怖い。え、どこ？え、ど、え、やばいな。え、お、カニ？全然まだですよ。あ、え？まだ届けてるよ、この人。あ、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 怖い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 終わりです多分意外と粉あるぞ。怖いこれ最後に使って最後はいはいどこ怖いおえおおおおおえやばいやばいかも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 YouTube チャンネルではミュージックビデオライブ映像まるまるやってみた音せーのチャンネル登録よろしくね。